はい、こんにちは。今日ね、久しぶりのお昼の撮影なんですけどね、最近ありがたいことに大物プロとコラボさせていただくことが増えてきまして、今回またすんげえ大物女子プロの方とコラボしていただけるということになりまして、ツアー通算7勝の超大物女子プロに来ていただきます。早速登場していきましょう。斉木美希プロです。お願いします。どうも皆さん、こんにちは。斉木美希です。先ほどね、斉木美希ゴルフチャンネルの方で僕もね、出せていただいたんですけど、そうなんですよ。コラボということで、コラボということで、今回は今度逆にこっちのダウキンチャンネルの方に出ていただけるということで、僕は見ていただければ分かりますけど、ちょっと飛ばしのこと、飛んだのよ。ちょっとね、お伝えさせていただいたんですけど、斉木美希プロといえば、僕ね、もうお世辞抜きで、もう歴史上、過去もから現在まで遡っても、こんな癖のない綺麗なスイングの人いるのかなって思ってるんですよ。ありがとうございます。性格は癖しかないんですけどね。そうなんですか。はい。で、かつもう超パワーフェードじゃないですか。パワーフェード。マジでパワーフェードって言うんですよ。僕ね、びっくりしたんですよ。宮城テレビ杯の連覧じゃないな、あの練習場で。あ、昔、そうですね。一人だけなんか練習場の林の上段に突き刺さってったフェード。すごいから。ということで、今回1本目は斉木美希流、極上パワーフェードドライバーの打ち方。あー、ちょっと伝授していただきたくて、さらにできれば視聴者の方、アマチュアの方にも参考になるような、分かりました、そんなに難しくないやつをちょっとね、教えていただきたいと思いますので、分かりました、ぜひ楽しみにしてください。それではお願いします。お願いします。どんな感じが、もうまず打っていただいていいですか。うん、私2個あるんです、フェードの打ち方が。え、あのね、極上のちょっと高めの パワーフェードっていうか、普通のフェードとローフェードみたいな2種類あって。打ち方違うんですか。ちょっと違います。手首の使い方が。じゃあ極上ハイパワーフェードいいですか。のイメージだと、普通の人って構えると肩ってこう結構右に向いちゃうんですけど、ああ、まず打ち出しの方向に肩を向けたいので、はい、まあ、ここにシャフトを置いてもらって、しっかりこの目線よりこっちに肩が向いてないことを大前提に、この左目にちょっと向ける。なるほど。で、肩がこうやって上がるとやっぱここで詰まるから落とす、はい、なんでこう私の場合見ながらこっちに向けて最後にストンって落とすって感じです。はあ、で、ちょっと高めのは手首をここから切り返した時に、この手がみんな結構こう使うんですけど、はい、こっちに使うんですね。あ、そっち系に、はい、こう行くともう回転すれば振れば振るほど捕まってフェードする、簡単に。それって左手意識、それ右手意識なんですか。どっちも普通でいいです。あの5-5で意識するってよりもこうやって返せばいいっていう。この感じね。こうピュッと、こうじゃない、多分みんなこう使うから。なるほど。こうです、こうですね、イメージ。ーみんな多分こう使うのをこう使う。なるほど。その2点ですか、アドレスの位置と。そうです、肩の向き。これももうフェード打つのは大前提じゃないですか。フェード打つのにこういう人はいないんで、はい、で左に向けて、で肩落としてこう使う。はあ、ちょっと打ってみますね。はこうすると、素晴らしい、普通のちょっと高めの捕まったフェード。その前になんかもう女子のサウンドじゃないんですけど。その、いや、女子です。圧なんですか。フィメアオ、フィメアオ。その圧なんかことないですか。この圧のすごい男子のこのインパクトですか。なんかすごいもん、あれこそがパワーフェードのパワーの部分じゃない。インパクトの迎えるポジションは私は左の股関節だと思っています。結構みんな右でこう追っかけてこう打つんですけど、はいはい、ここで迎えてあげるっていうイメージです。そうするとあの音になるんですね。なる。プラスこれ、そう、
この柔らかく本当にこうやって打つだけ。もう最初もこれぐらいのスピードでいいです、ピュンって。これをどんどん大きくしていったら普通のフィューンって普通のフェード。曲がり幅どれぐらいですかね。だいたいターゲットだ、自分が向いたターゲットの15ぐらい左にビューンって出て元の位置みたいな。逆球出ないですか。逆球はなかなか出ないですね。じゃあ次そのロープ、あ、もうイギリス用とかのピュンとちっちゃいアゲンストとか。全英オープン何位になったんでしょう。7位です。それはそのボール対応したんですか。あ、もうあれですよ、7位どころか、セントアンドリュースでベストスコアで名前残してきてますから。え、あ、セントアンドリュースの、クラブハウスにトーナメントレコードを叩きつけて帰ってきてますから。それいくつなんですか。ちなみに65と66、2回。え、誰もいないよ。いや、その試合が何年にセントアンドリュースであった大会で出場者の中で一番スコアがいい人が今まで残ってるんです、名前が。で、2007年と2013年に2回あって、どっちもベストスコア出て、私どっちにも名前残ってます。すごで、それの立役者が今から言う、そう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 、極上ローフェード。極上のローフェード。さあ、お願いしますまあちょっと短くは持つんですよ、はい、ローなので、はい、普段だったらまあ、指2本分ぐらいを3本分ぐらい、はい、うん、に短く持ちます、はい、でスタンスは普段はだったらちょっと広いんですが、まあ、肩幅ぐらい、はい、でさっきはこう手首を返すって言ったんですけど、今回はこのセットアップの位置がこのままこっちに行くって感じです。このグリップが左の股関節が近いままずっとここまで持ってくる。なんで一回離れるんですけど、元の位置に帰ったらこれがこのままずっと行くってイメージです。だからもうここまで行ったら、あとはもうこの余力でピュンって回っちゃえばいいんですけど。なるほど。そうするとシュンっていうローフェードいきます。なのでちょっとキーもちょっと低く、はい、して短く持って狭くして、はい、で結構狭くしたらみんなこうやって胸椎狭くなっちゃうんで、それは気をつけて胸は張って。このままがこういう行くイメージを持っていきます。はあ、でもやりすぎましたけど、結構あれも使えますね。アゲンストとかも使えます。あれはそれってこう、まあ、ここ意識するじゃないですか、はい、そうすると、まあ、こうカットに下ろすわけじゃないですよね。カットには下ろさないですね。このままもうここまで来たらこのまま回転するっていうイメージ。もうここまで来たらこのまま回転するっていう。なんで結構低い感じです、手元が。なんか普通って手元高いじゃないですか、こうやって、はいはいはい、だけどこういうローの時は手元が低くってこうベルト腰回りでこう完結しちゃう感じなんで、あんまり手先は使わないですね。なるほど。やっぱインパクトは常に左の股関節なので、それを意識して。おお、あれだ、完璧な。はい、これが前衛仕様。前衛仕様。まあ、あれでランがもう120、30ぐらい。え、基本コースはその高いのと低いの2パターンですか。その日本の時もドローとか打つんですか。あ、ドローも打ちます。ドローはドローも得意なんですか。え、ドローも得意。ドローも得意ですよ。じゃあ最後ドローはめっちゃ簡単っすよ。簡単っすか。はい、ドローはもうみんな一緒、もう普通の向くと絶対肩って右向くんで、で今まではこっちを考えてたじゃないですか、こっちに抜くとか、はい、じゃあ肩のラインとか、はい、体を回転させてヘッドをあっちにピョンって投げればドロー。え、あっちに、そう、外を、いやいや、ちゃんと言いますね、はい、さっきはフェードはここからこういう風に、はい、って言ったんですけど、逆にドローはやっぱもう右に向いちゃってるので、こっからちょっとイメージ右の股関節で迎えてあげて、そこから突っ込まないでこのまま放り出せばドローなんですよね。ヘッドボーンって大きく、だいぶ変わるっすね、イメージ。そうです、さっきはフェードはここからこういうふうに言ったんですけど、
で次ドローはやっぱもう右に向いちゃってるので、ここからちょっとイメージ右の股関節で迎えてあげて、そこから突っ込まないでこのまま放り出せばドローなんですね。セット、おお、大きい変わるですね、イメージ。そうです。じゃあいいですか。もうミキティって言ったらもうフェードのイメージしかないです。そうなんですよね、ドロー打てますね、なかなか打てますよドロー。ほんまや。それコースで打つときあるんですか。え、でも最近はドローですよ。え、なんで？飛ばしたいから。あ、そうですか。そうなんですか。あ、でもなんか触れてきたりとかするともうフェード打ちますけどね。やっぱり自分はそっちの方がイメージ出るんで。だけどやっぱ一緒に回ってる人にちょっとティーショット負けたくないなって時はもう右からバコーンって回しますけど。これは貴重ですよ皆さん。もう僕フェードの打ち方とか自分のチャンネルで配信したことありますけどね、もうロングサムにしなさいとかそんな程度なんで、もうここまで極上パワーフェードは今まで配信したことないんで、ありがとうございますね本当に。いえいえいえ、もうこの前衛でベストスコア2回も記録したパワーフェードの打ち方を教えていただきまして、次回、はい、アイアン、やっぱりね、はい、ドライバーもすごいけどアイアンのキレはねちょっと一級品なんで、できればアマチュアの皆さんもできるキレッキレアイアンショットのコツ。キレッキレアイアン、ね、今から考えますね。考えてください。5分休憩与えますので OK です。次回も見ていただいて、はい、で最近ミキゴルフチャンネルも、もうこっちのチャンネルもたくさん見ていただいて、はい、チャンネル登録もしていただいて次回をお迎えください。それではまたお願いしますね。ありがとうございました。私が思うにアイアンってやっぱここの最初のスタートと、はい、ここの本当にこのここの間がすごく大事だと思ってて。